さて今日はですねダイナパックが実は準備されておりまして、まあ、実はというか私が準備したんですが、ワークスのですね試乗車を、おそらくセッティングだと思うんですけど詳しいことをちょっと聞いておりませんでして、まあ、それが向こうの方でパソコンを触ってますのでたまには抜き打ちでちょっと行ってみたいと思います。何をしているのかですね、本当に完全な抜き打ちでございます。私も何をやってるのか詳しくは聞いてないものですからインタビューしてみたいと思います。あ、社長、今日はですね、動画をお届け、今ちょっとサプライズでなんですけれども今日はダイナパック、はい、どういった内容の作業をされてるんでしょうか。私ちょっと詳しいところまでは聞いてなかったので、撮るなら撮ると言ってもらいたかったけどもはい、まあ、どこまで言おうかな。ワークスの、まあ、コンピューターに関係している何かを作業してるんですね。はい、はい、先の展開を、ちょっと今テストしてます。先の展開のテスト中ということですね、はい、まあ、あんまり詳しいことはまだちょっと言えないというところで、そうですね、はいはい、好評につき、はいはい、そうですね、このプラグ、あ、今、はい、そうですね、はい、これもう何秒、100本ぐらいですか、100本ちょっとあります、はい、プラグありますけれども、まあ、今日はちょっとコンピューターのですね、まあ、データ通りをちょっとしているということで、そうですね、まあ、暑い中ではありますので、はい、まあ、なかなかですね、うまくこうデータが取れたり取れなかったりあるかと思いますけれども、はい、まあ、日々こういう形でまあ、テストをしながらですね、はい、まあ、データ作りをやってるということをまあちょっとアピールじゃないですけれども、はい、まあ、1回作って終わりじゃなくてですね、まあ、日々いいデータができるようにちょっとこう試行錯誤をやっておりますので、時々抜き打ちでまた参りたいと思いますので、はい、ちょっと、まあ、今すぐではないですけど、はい、ちょっとまあバージョンアップとかですね、はい、まあ、ハイフロタービンを入れることに対して、まあ、新しくこうちょっと分かってきたこともありますもんですから、はい、また新発見が、そうですねということで、コンピューターのみの、はい、書き換えにもそうです、ね、ちょっとフィードバックしてですね、はいはい、より良いデータを、はい、提供したいと思っております。また定まりましたらブログで発表させていただきます、はい、時は抜き打ちで動画をお届けいたしました、はい、ではこれでお別れです、はい、さよなら。